こんにちは、沙織です。今日はオーストラリアドル、ニュージーランドドルの今後のシナリオについて考えてみたいと思います。これはこのオーストラリアドル、ニュージーランドドルの月足です。このように、今こちらからずっと上がってきたものがここを高値にしてこうして下がってきています。そして今ここは下降パーフェクトオーダーになっています。そして今ここですが、ここが直近安値、この直近安値にもうそろそろ行きそうかなっていうところですね。そしてそのすぐ下にあるのが過去の最安値になります。ですので、この直近安値を超えてこの過去の最安値に行き、その後どうするかっていうところが見どころだと思います。ボリンジャーバンドはこのように狭まってきていますね。そしてここを見ると、ここがこれとこれでダブルボトムにの形を作りそうですね。ではこのもしこれがこのダブルボトムの形になった場合にはどこまで上がるのか、ちょっとそれをフィボナッチを使って見てみたいと思います。ここが一番安値で、ここからここがネックラインで、ですのでちょっとこれを 50% のところをネックラインに持ってきてみます。ちょっとこれ画面が見にくいので背景を黒に変えてみます。はい、そうするとここがこの安値で、ここがボトム、ダブルボトムのネックラインで、ここを 50% にしてみると、次この戻りそうな値っていうのがこのラインなんですけどね。そうするとちょうどここに、このラインはこの辺りのサポートラインになってますので、だからこのラインをめがけて反転して、ここがレジスタンスになる、なんかこの辺りを目指すのかなと思います。これは週足です。これを見るときれいな下降パーフェクトオーダーが出ていたのがここの辺りから変わってきていますね。そしてここが、この辺りはレンジになってきています。ですので、ここのラインを下限として、この辺りを上限としたレンジがしばらくの間続くのではないかと思います。そして、ここはここも加工パーフェクトオーダーになってますね。ここにダイバージェンシーが出ていますので、やはりここでダブルボトムにつけて上がるのではないかと思われます。もし、もしこのラインを越えて下に下がった場合、これは過去の最安値を抜けることになりますので、その場合は、このまま大きな売りが、下降トレンドが継続するということなので、その場合は、戻ってきた時に売りで入って、また
下に行くのを待つっていう感じですね。短いですけど、これで終わりにします。